袴田事件の再審は、犯行着衣とされた5点の衣類の血痕について、法医学者ら5人が同時に証言に立つ退室が行われました。全員が1年以上味噌に使った血痕が黒くなる理論を否定しませんでした。10年前の今日、ここ静岡地裁で再審開始決定が出されました。節目の日に裁判の行方を左右する証人尋問は佳境を迎えます。袴田巌さんは1966年旧清水市で味噌会社専務一家4人を殺害したなどとして死刑が確定しています。袴田さんの姉秀子さんは3日連続となる公判にもかかわらず落ち着いた様子で静岡地裁に入りました。再審では事件から1年2ヶ月後に味噌タンクから見つかった5点の衣類についた血痕に赤みが残るかどうかで検察側、弁護側双方の主張が激しく対立。おとといから今日まで血痕の色について法医学者ら5人が証言に立ちました。検察側の証人は赤みが残る可能性はあるという見解を示す一方、弁護側の専門家は赤みは残らないと反論しました。12回目となる今日の再審公判では5人の証人全員同時に尋問する退室が行われました。証言台の前に5人が並び、圧迫感のある中行われた退室では、同じ質問に対する弁護側と検察側の証人の意見の比較ができて非常に分かりやすく端的に答えている印象でした。1年以上味噌に使った血痕が黒褐色化することに異論があるかどうか裁判所から問われた検察側の証人、久留米大の幸田義郎教授は、一般論という点では否定しないと答えました。酸素濃度などの阻害因子を考慮しなければ全員が黒褐色化することを認めた形になりました。一方、弁護側の証人、旭川医科大の清水恵子教授ら3人は、低酸素濃度では化学反応の速度は落ちることは認めつつも、一貫して赤みは残らないと主張しました。公判の後、袴田さんの姉秀子さんと弁護団は会見に臨み、再審公判での証人尋問を振り返りました。今日は清水先生はじめ他の先生方の証人尋問というか、そういうものが素晴らしくて大変良かったと思っております。これは大成功でございました。皆様の先生方のご協力も本当にありがとうございます。皆さんありがとう。今日本当に裁判所がもうはっきりと無罪判決を出してくれるという確信を持てたというふうに思います。これからは裁判所に無罪判決以上のですね、どこまで警察あるいは捜査機関のですね、違法行為を認定してもらい、そして袴田事件のこれが冤罪となった原因をはっきりとですね、認定をしてほしい、指摘してほしいというふうにそちらの方向に向けて我々は最後まで頑張らなきゃいけないというふうに確信を持ちました。一方、静岡地検は、検察として立証すべきことは立証できたと認識している。現時点で赤みの問題に関しては双方の主張が終わったと思っている。詳細は調書を取り寄せてそれを分析し論告の中で明らかにしたいとしています。再審公判は5月22日に予定されている結審まで来月の審理2回を残すばかりとなり、今回の証人尋問を裁判所がどう評価するか注目されます。